私が悪いから仕方ないんだけど、ちょっと辛いから吐き出させてほしい。今年の成人式は、振り袖がないので行かなかった。すでに仕事してるし、レンタルで借りたらいけたんだろうけど。中学生の時に、母親に、あんたに関わるお金、義務教育が終わったら必要最低限しか出さないからと言われた。理由としては、4歳の時に、階段の上から、わあ、と声を上げて、おじを驚かせて、おじが階段から落ちて、足に後遺症が残ってしまったから。仕事も辞めないといけなくなって、足が動かないので、婚約も破棄になり、母が、今も働きながら、おじにお金を払ってる。6歳の時に、姉が、ダメと言ったのに、コンロに火をつけて、チャーハンを作り、フライパンをひっくり返して、姉が私をかばって、顔にやけど。ちなみに、姉がやけどを負った時、母は、入院中、父が家に帰ってくる少し前のことだった。7歳の時に、滑り台の上からタイヤを転がして遊び、友達に当たり骨折させてしまい、これがきっかけで買ったばかりの家を売って引っ越した。10歳の時に、カレーを作ろうとして火柱を上げてしまい、キッチンが焦げた。賃貸だったので追い出された。カウンセリングに毎月連れて行かれたけど、発達でも何でもなかった。ただ、諦めたような声で、母親に、お前にお金を使いたくないと言われなくしかなかった。好きな大学、高校を選べる姉と弟と違い、寮のある学校、看護系を決められて追い出された。最初は母親に反抗したけど、父に黙って、私の幼少期の動画を見せられて衝撃的だった。母親の髪の毛をむしる、父親や姉を蹴る、殴る。弟の寝ているベビーベッドに荷物を投げ入れてキャッキャと喜ぶ私は異様だった。私は、泣く泣く行きたい学校も夢も諦めて看護師になったけど、正直、もっと大学で勉強したかったし、やりたかった仕事や夢もある。姉に相談したら、お金貯めて、自分のお金で大学行ったら？お母さんたちも、あんたを、看護学校の授業料は出してくれたんだし、だからないでよね、と冷たく言われた。ちなみに、私は、上記のいろいろしてきた記憶が全くない。今はどちらかというと、ビビりでコミュ障だと思う。一番最初の話に戻るけど、成人式、姉は振り袖を買ってもらったが、私にはなし。話題も上がらなかった。友達に成人式一緒に行こうと誘われたけど、新人看護師だから休みを取れないと嘘をついていかなかった。本当は成人式だから休みをもらっていたので、一人で家で泣いてた。もう嫌だ、自分も嫌いだし、過去のことも許されないような人生ならどこかに消えてしまいたい。地元で学生時代から仲の良かった友人と再会し、そろそろお互いにいい年、32、だから結婚するかと結婚した。性格も食の好みも似ていて、同郷なので、お互いの家族のことも知ってる。同い年で恋愛観、結婚観も似たような感じ。お互いに、いいチョイスだねと言い合った。両家ともいい関係で、夫婦仲も良好。子供も生まれて、二人目も妊娠。順風満帆だった。今も覚えてる。梅雨明けの暑い日に義実家に呼ばれて、夫と子供と伺った。そこには、義姉夫婦、義弟もいた。義母が、お父さんから話があるみたいと心配そうに言うので、その場の全員が、これは病気でも見つかったかなと覚悟したと思う。少しして、義父が登場した。決意のこもった顔をしていたと思う。義父が廊下に出て、玄関からスーツ姿の女性を連れて居間に入った。私はその人を保険屋さんかな？と思った。さて義父の第一声は、子供ができた。母さんと離婚してこの人と結婚する。義母は真っ青、義姉は真っ赤、義弟と夫の怒声が響き渡り、麦茶どころかグラスも、麦茶の入ったボトルまで飛ぶ、地獄絵図に、
私は息子を預けてくればよかったな、なんて思った。あまりにも現実味がない。ヒルドラや婦人コミックだってもうこすりすぎて味もしないようなネタだと思う。なぜ24歳の小綺麗な女性が72歳の義父を選んだのか。おそらく一番聞きたかったのは彼女のご両親でしょうよ。義父の姉が仕切り直して開いた席で、義父母、私たち夫婦、義姉夫婦、義弟、義父姉の長男、彼女、彼女両親、彼女姉が揃った。彼女の母親は終始泣き続けて話なんてできる状態じゃなかった。彼女の父親も娘が不倫した上で妊娠して、しかも相手が自分の父親でもおかしくないような年齢のじいさんだなんて泣きたかったと思う。義父は子供ができた以上は責任は取る。お金で解決するのではなく、父親、夫として彼女と子供を支えたいと。彼女の方も子供ができてしまった以上は産みたい。彼と一緒になって幸せな家庭を築きたいと。その場の女性陣は何度も彼女に、父親が高齢ならリスクも上がるし、70過ぎてるから明日ぽっくりって可能性もある。子育てしながら介護することになる。今なら安全になかったことにできる。それならこちらが負担する C 車両も払うと説得したけれど、全く彼女には響かなかった。結局、義父と彼女は義母に慰謝料を払って、二人は離婚。義父と彼女は晴れて夫婦となった。なんなら挙式までやった。ここは地方、もちろん両家親族ソース間で彼女両親すら欠席だったらしい。私と彼女は同じ産院に検診に通う羽目になって、双方針のむしろだったよ。義父もしょっちゅうついてきてたのでよく見かけた。そりゃ、そうだ、高齢者でとっくに定年してんだもの暇なわけだよ。お腹の大きい若い娘と義父、連日外まで聞こえるほどの怒鳴り合いが続いた義実家、大体のことは言わなくてみんなわかる。そんな状況なので、転勤や転属の制度を使って、私たち夫婦も義姉夫婦も、義弟も、みんな故郷を離れざるを得なかった。義母のことは義姉夫婦が引き取った。義父たちも引っ越したようだった。義父夫婦は心臓がもうだらけなようで、年賀状を送ってきたり、電話をかけてきて、子供が生まれたから見に来いと言ったりした。兄弟が生まれたんだから仲良くするものだって言ったりしてた。その後、連絡を取り合ってないし、すべてを受け取り拒否したりしてるうちに、さすがに察したのか、接触はなかった。夫たちは、何があっても手は貸さないと言ってただけあって、昨年に来た義父の介護への協力要請もがっつり断ってた。略奪するなら、最後まで責任を持て、ということらしく。彼女両親に速攻電話したら、めっちゃ謝られたと笑ってた。私は、個人的には、彼らに苦労をし続けろ。とは思わないけど、せめてもう関わらないでほしい。そして、一番の被害者である、義父と彼女の娘さんだけは、何事もなく成長してほしい。